ね、いろんな方からね、応援を受けてね、できた店なのでね。希望の鐘商店街、宮城県女川町に昨年4月にオープンした被災地最大級の規模を誇る仮設商店街。希望の鐘とは JR 女川駅前にあったからくり時計の鐘のことで、震災後瓦礫の中から一つだけ見つかった女川町の復興のシンボルなのです。今回は希望の鐘商店街から八尾塔商店をご紹介します。もともとね、肉屋と野菜、食料品、そういうの雑貨いっぱい売ってたのね。魚市場の近く、海岸だね。今は跡形もないよね。何にもなく、瓦礫置き場になってます。うちはほら、一切れ一切れナイフで切って、そのように対面販売してるから、お客さんの見るところでね、切るから誠心誠意お客さんと尽くすっていうことがね、それが信用あるんだかもしれないね。もう本当に自分の家で商売したいですね。早くね、商店街みたいなとこ作っていただいて、そこで商売したいね。何よりそれだね、一番ね。よく言えばきりないけどね、長まで人が少ないからね、あんまりお客さんの数が少ないけど、ね、まあ地味に行かなくてね、よくしたってしょうがないもんね。いっぱいおいしいお惣菜とおいしいお肉作ってますので、どうぞ皆さん来てみてください。希望の鐘の音が笑顔で響き渡るその日まで、曲げねど女川。